伊水市立小杉南中学校は、富山県伊水市にある公立中学校。1984年に設置された。伊水市内の中学校では最南部に位置する。校区は1万1000人以上が住む住宅地域である大高山地区と伊水市南東部に位置する黒川、千田、金山の農産村地域。1学年3から4クラス編成となっている。 ピーク時の生徒数は900人を超えており、1学年7クラスの時期もあったが、少子高齢化により年々減少している。なお、公明は、当初、大高山中学校になる予定だったが、大高山地区以外からも進学する生徒がいることで、小杉南中学校となった。高度経済成長下での周辺地域の人口増加に伴い、旧小杉町南部に計画されたのが大高山。 ニュータウンである。このニュータウンの建設計画の理想の一つが、住区を三つに分け、幼稚園、保育園、小学校、中学校を計画的に建設するであった。そして1967年から住宅地の分譲が始まり、1965年には1万0千人程度であった旧小杉町の人口が、10年後の1975年には2万0千人と、 急増している。人口の急増に伴い、1965年頃から900人程度で安定していた小杉中学校の生徒数が1978年頃から急激に増加したため、旧小杉町は大高山地区に中学校の建設を計画し、1982年9月4日に建設を開始した。そして、1984年4月10日に、 小杉町立小杉南中学校として竣工した。毎年スローガンを掲げており、2009年度は、社員、輝け南中ライフから限られた時間を有効にとしている。主な活動に、挨拶運動、貸し出し傘、CM 作戦、校内年賀状交換会がある。2006年1月24日には、富山県をよくする会より、生徒会が表彰されている。青板に、 宿屋、野主、浄土寺、上野、平野、黒川はじめく黒川五区、新生町、東大高山一丁目東大高山四丁目、土台、四市,市、山本新、小杉北の大高山等、中大高山一丁目中大高山十八丁目、南大高山一丁目南大高山十五丁目、ありがとうございます。